体が喉が焼ける水お願い水を持ってきて目覚めですね。おはようございます、お寝坊さん。ふみれる。はい、ふみれるです。くーちゃん、お加減はどうですか？どうしてふみれるか。急に起きてはダメですよ。くーちゃんは高熱を出して、ずっと眠ったままだったんですから。え？熱を？さあ、ぐーちゃん。ずっと眠ったままって、みんなに心配させちゃったかな？あれ、みんな、ここって、私の部屋だよね。なんだろう。なのにすごく懐かしい感じ。それにどうしてフミリルが、あれ、フミリルが私の部屋にいるの、別におかしくないよね。おかしくないのにどうして。でも確かフミリルとは、確か、ダメ、頭がぼんやりとしてうまく考えられない。私は、くーちゃん、まだ調子を取り戻していないのですから、あれこれと考えるのはまた後でね。今は少しでも体を休めて、いつもの元気なくーちゃんを見せてください。退屈だからって抜け出したりしないで、ちゃんとゆっくり休まないとダメですよ。起きたばかりなんだから、そんなに眠ってばかりいられないよ。やっぱり何も言ってないのに分かってくれてる私のおそばつきであり、大切な幼なじみ、私のたった一人の。あれ、どうしました？なんだろう今の。くーちゃん、それよりもお風呂に入りたいかな。体がベタベタして気持ち悪くて。ですけど。もう大丈夫だよ。体が少し重たく感じるくらいで気分は悪くないから。わかりました。もし気分が悪くなったら言ってくださいね。お呼びでしょうか？くーちゃんとお風呂にしますので、支度をお願いしますね。かしこまりました。どこかかゆいところはありますか？うん、いい感じだけど、一人で洗えるのに。ダメです、ただでさえ病み上がりなのですから。はい、腕を上げてください。生き返るな。本当に気持ちよさそう。本当、
風呂は命の洗濯だよ。知ってる？旅の途中だと行水くらいしかできないから、ものすごくお風呂が恋しくなるの。それでも旅に出ようとするんですもの。本当に旅をするのが好きなんですね。もちろんだよ。見知らぬ土地に、そこに吹く風と香り、聞いたことない風習に、想像もできなかった食べ物、何より新しい出会いと。ふーちゃん？ああ、なんでも。なんだろう、何か忘れてる気がする。何か大切な、大切なこと、大切なことって何？あ、いたいた。くーちゃん、起き上がっても大丈夫なの？くー、急にいなくなったら心配する。ずっと目を覚まさないから本当に心配したんだよ。心配かけてごめんなさい。いいよ、くーちゃんが無事だったんならそれで。祝いに今夜はごちそう、期待するといい。アルちゃん、病み上がりなんだし、ごちそうとか大丈夫なの？大丈夫、食うのは胃に優しいモロロがいい。だったら薬膳がいいかな。あれなら美味しいし、体にもいいし。クーのお祝いだから遠慮はいらない。もっと豪勢のも希望するべき。薬膳はすごく豪勢だよ。物によっては豪華な薬草を使ったりするもの。はい。アルルーお姉さまったら、いくら嬉しいからってそんなにはしゃいだりしたら目ですよ。ふーちゃんの言う通りだよ。くーちゃんも病み上がりなんだから無理しちゃダメ。そうだけど、なんだか納得いかない。本当に心地よさそう。最近ずっと机に縛り付けられてたんだよ。もう肩がこっちゃってこっちゃって。お背中失礼しますね。よくわかりますから。そっか、ついにふーちゃんも仲間入りか。ほんの少し前まであんなちっちゃかったのに、いつの間にかこんな立派に育っちゃって。いつまでも子供ではありませんもの。大丈夫、仲間。私も人並みだから。かわいそう。どういう意味かな。まだこれからなんだから。そういうのに限って成長しない。実証済み、現実は残酷。ふーちゃん、大きすぎてもいいことないですよ。すぐに肩は凝るし、動くのに邪魔ですし。そうだね、走ったりすると擦れたりちぎれそうになったりで、いろいろ痛くなるし。あげられるものなら誰かにあげたいくらいだよ。く、諦めるが肝心。だからまだ何も言ってないから。でも本当に良かった。え、倒れたくーちゃんが担ぎ込まれて、ずっと眠ったままだから
もしかしたらもう目を覚まさないんじゃって、うん、そういえば私どれだけ意識を失ってたの？10日くらい。10日？そんなに？どうして倒れたりなんか。フミリルは何か知ってる？クー、もしかしてクーちゃん覚えてないのですか？覚えて、あれ、私は倒れた。なぜ？わからない。どうして突然の病に。ああ、話からしてそんな感じじゃなかった。クーちゃん、もしかしてクーちゃん旅をしていたことも覚えてないのですか？旅をしていた。待って、旅ってどこに。私は旅なんて、あれ、私は今まで何して。最後に覚えてるのは確かわからない。何をしてたのか思い出せない。先で熱を出して倒れた。え？それだけ。アルちゃん？実際そう。覚えてないということは大切ないということ。なら気にする必要ない。それはそうかもしれないけど。そうなのかな。そんな気にしなくてもいいことなのかな。でもどうして。なのにどうしてこんなに胸がざわめくんだろう。クーちゃん、やっぱりまだどこか痛いのですか？涙が。若様、もう少し落ち着かれてはいかがですか？そうですよ、ずっとうろうろとなさってあまり行儀よくありませんよ。様子を見に行ったらいなくなっていたのだ。これが落ち着いてなどいられるか。心配いりません。お目覚めになられて今はお体を清められているところです。その後にでもこちらへおいでになるかと。あまり落ち着きがありませんと、なんだか発情期の気ままみたいでみっともないですよ。確かにそんな感じが。誰がだ、あんなのと一緒にするな。オボロ様、お待たせしました。なんだか想像しいけど、どうかしたの？クオ。お、な、何？クオ、もう起き上がってもいいのか？え？体の方はもう。気分はどこか具合が悪かったりしてないか？どうしたのかな、お父様。そんなに慌てて。どうなんだ？もう平気。そうか。なんともないならそれでいい。それでいいんだ。お父様。まったく、あまり父を心配させるな。おぼろ様、
心配でずっとうろうろしてましたもの。鬱陶しかった。くーちゃんの看病をしようとして女官さんたちに追い出されてずっとうろうろしてたんだよね。娘を看病して何が悪い。何もかも悪い。いくらお父様だからって年頃の娘を着替えさせたり体を拭いたりするのはどうかと思うな。お前ら少し黙ってろやっぱり心配かけちゃったんだ。この二人はほっとくぞ。クオン、それよりも顔をもっとよく見せてくれ。あれ、お父様その包帯。またやけどした。お茶を入れようとしてうっかり夜間をわしづかみしちゃったんだよね。誰か違うの。ああ、だがほんの少しやけどしただけだ。大げさに見えるだけで何も問題はない。うん、もうまたなんだ。お父様ってば、お茶を入れるのは他の人に任せたらいいのに。そう言うな。気分により茶葉を変え、どのような茶器にするか選ぶ。誰にも邪魔されず自由で心安らぐ俺の数少ない趣味だ。任せることなどできん。昔は女のすることなどできるかとか言ってたのに、お茶もすごく薄かったり渋かったり。あの頃はまだ茶の奥深さを知らない若造だったということだ。ボロ茶。うん、それはもうやめろ。そう言われたらなんだかまたお父様のお茶を飲みたくなっちゃった。そうか、ならばとっておきの茶葉を出さねばな。なんだか不思議な感じかな。お父様のような無骨な手があんな繊細なお茶を入れるんだもの。それにしてもまた少し大きくなったか。そうかな、よくわからないけど。ああ、それにやはり親子なのだな。病弱だったあいつとはこんなにも違うというのに、ますますあいつに似て彼に美しくなってきた。あいつ譲りの月明かりに照らされる絹糸のような繊細な髪、宝玉のように透き通った瞳、その面影は、本来ならあいつもお前のように野山を駆け回っていたのだろうな。くすぐったいよ。お前は俺を置いていったりはしないな。お父様、本当にどこも具合が悪いところはないんだな。熱は、頭が痛かったりしてないな。もうお父様ってば大げさかな。ほんの少し寝込んだだけなのに。父親とはそういうものだ。たった一人の娘、心配して何が悪い。帰ってきたんだ、私の故郷。私の、あれ、お父様。どうした。私が旅に出てたって本当。それはどういう意味だ。くーちゃん、何も覚えてないみたいなのです。旅をしていたこともそこでの思い出も。向こうで神たちと会ってたこととかも忘れちゃってた。そうか。お父様は私が何をしてたのか知ってるの。いや、詳しいことはな。可愛い子には旅をさせろという。遠くから安否を確認するくらいで、なるべく干渉を控えていたのだ。しかしどうやらお前を自由にさせすぎたことが
あだとなってしまったようだな。うわ。だが気に病む必要はない。特に何かあったわけでもない。平穏な旅だと報告を受けている。そうなんだ。若様。ドリ、グラ、それで間違いないな。はい、特に何かあったようには見えませんでした。僕たちもそれ以上のことは何も。そっか、わからないんだ。何も思い出せないのが。こんなにもどかしいだなんて。僕もこんな気持ちだったのかな。今誰のこと。ただいま戻りました。ウイス。いやー、疲れた疲れた。あ、おかえりなさい。お疲れ様。おか、いやー、何度乗ってもどうも船旅ってのは慣れなくていけねえ。やっぱ地に足がついてねえとおちおち昼寝もできやしねえってもんだ。ご苦労であった。報告は後ほどにでも聞こう。今はゆっくりと骨を休めるがいい。そうさせてもらいやすぜ。まずは風呂に入ってさっぱりとし。お嬢、やっと目が覚めたんですかい。心配しやしたぜ。お加減はもうよろしいんで。うん、それは大丈夫。ただただちょっといろいろと思い出せなくて。みんなは私が旅をしてたって言うんだけど、そのこととか何も覚えてないんだ。へえ、覚えてないね。クロウ様、クロウ様、クロウ様たちはどこへ行っていたのですか。よろしければお話をお聞かせくださいな。あ、船旅ってどこか遠征でもしてきたんだ。遠征ってより偵察ですかね。クロウ、報告は後ほど私がします。あれ、なんだろう。ベナミーの眉間にシワが寄るなんて珍しい。ああ、そうそう、ヤマトの情勢ですが裏付けが取れやした。クロ、いやー、なかなか面白いことになってやすぜ。クロ、その話は後でいい。ヤマト、ヤマト、海を隔てこのトゥスクルの隣にある大国。それなら正式に国交をと大使を送るって話になって、そうなる前にありのままを見てみたくなって。見たくなって。私は。クーちゃん、どうしました。しかし、まああちらさんも大変だ。突然攻めてきたと思ったら途中で崇められてた帝が崩御してまさかの撤退たね。あのね、クロウ兄様、せっかく仲良くしましょうねってうちの美人二人組が遠路はるばる出向いたってのに、告げなく袖にした罰でも当たったのかね。クロウ、しかも病で倒れたってことになっているが、詳しく調査してみりゃ何者かに毒殺されたって話じゃねえの。哀れなのは残された王女様かい。嘆き辛労で床に伏せたってのも、実際には帝と同じ何者かから毒を盛られたってな。
王女アンジュの危険を察したこの絵の者が軟禁されていた王女を奪還、そのまま帝都を脱出したってことだが、実質追放されたと変わらねえな。弱り目にたたり目とか、この仕打ちにはさすがに同情するね。アンジュ、そなたなかなかやるな。それでのオシトルがこう言ってくれた。こら、無視するでない。おっと、友になってやってもよいのじゃぞ。アンジュ、その脱出劇の当事者に言うことじゃありやせんでしたね。フロ、しかしまあ旅に出たと思ったら、ヤマトの連中と一緒にやんちゃしに戻ってきたことといい、王女をかっさらって脱走劇なんて、国の大事にホイホイと首を突っ込んじまうことといい、相変わらずお嬢はおてんばなことで大変結構。だってのに、なんでまた早々に戻ってきたんです？絶対者が消え、継承者も定まらないまま宙に浮く帝位、そして権力を持つ8つの省と、それに劣らぬ力を持つ戸様豪族、群雄割拠、戦乱の世の始まりだ。面白くなるのはこれからだってのに、全くもってもったいない。私は、ああ、そういや何をしてたのか忘れてるんでしたっけ。私は、はあ、いい香り。あ、クオン様、この香りってもしかして。はい、今夜はクオン様の好きな酒粕汁にしてみました。やった、だからルルティエってば大好き。ちょうど煮上がったところですので、味見をお願いできますか。なんだか催促しちゃったみたいかな。いただきます。こんな夜遅くどうしたの？その、一緒に寝てもいいですか？いいけど、どうしてまた急に？あ、別にさっきの怪談話が怖かったとかそんなことじゃないのです。本当なのです。怖くなんかないのですよ。幽霊とか麦そも神なんて、所詮は迷信なのです。うん。そうだね。それよりもほら、いつまでもそんなところにいたら風邪ひいちゃうかな。もうこんなに冷たくなっちゃって。姉様、ん？とっても暖かいです。なあ、ちょっと頼みがあるのだがいいか。そのだ、金を少し貸してもらえないだろうか。お金を？でもお小遣いなら先日。もしかしてもう使っちゃったんだ。まあいいじゃないか。それはいいとして、とにかく頼む。急ぎで必要なのだ。それは構わないけど、何に使うのかな。いや、まあちょっとな。
心配するな。借りたものは何倍にして返す。もしかしてまた？いや次のは確実なのだ。必ず勝てる。今度こそこれまでの分を取り返せるのだ。なあなあ、ごはん。ごはんはこっちとこっち、どっちの地盤がいいと思う？どっちって、どっちも綺麗だけどちょっと派手じゃないかな。それにうっすら透けてるような。当然やい。これは意中の男を落とす時の秘密兵器やもん。うちはこれを勝負呪盤って呼んでる。勝負？恋は戦やもん。いざ大和へという時に相手を悩殺できなかったらそこで負けないよなあ。クロリもそう思うえ？ブレ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 。好きな食べ物はそんなとこかな。こんな感じでいいの？感謝。主様にご奉仕するための参考にさせていただきます。このくらいでよければだけどね。それにしても主様って冗談とかじゃなかったんだ。直命、帝直々のお言葉です。冗談などありえません。あなたたちは鎖のカムナギと呼ばれる特別な祭祀を司るって聞いたよ。そんな存在がどうして名もない流れ者なんかに？黙秘ね。まあいいけど。最後もう一つだけ教えていただけますか？そっちばかりずるい気がするけど、何かな？主様を目覚めさせ白と名付けた目的を聞きたい。これって私のせいだよね？わからない。自分は誰だ？うん、決めた。あなたの名前はハク。まさかこんなに体力がないなんて思わなかったかな。俺はしがない風来坊のウコンってもんだ。姉ちゃんたち、よかったらだが力を貸してくれねえか？あの、ルルティエと申します。どうかよろしくお願いします。お姫さんというだけあって可憐というか。すまないが、その荷を置いてってもらおうか。何、おとなしくしていれば悪いようにはしない。クオン様。大丈夫、きっとハクが何とかしてくれるかな。って自分がかよ。ほら、見えてきたぜ。あれがテートだ。うわぁ、これまたでかいな。ふん、そんな顔してどうかしたか？別に、どうもしないかな。そんなことより、こんなとこで何してるですか？しばらくぶりにテートに帰ってきたというのに、報告も引き継ぎもなく、家にも帰らず、こんなところで飲んだくれて、一体どういうことです？よろしく頼む。って、発酵素は余計だ。私はクオン、よろしくお願いかな。ルルティエです。よろしくお願いします。はじめましてです。
しも自分たちに配下に加われる。そう考えてもらって構わない。だがなぜだ。あんたほどの男がなぜ自分たちのような素性の知れない者を雇いたい。なんでまだ気づかねえか。ダチだってのに白状なやつだね。何？つまりこういうことだ。お前ウコン。それとついでにルルティエ様のことも頼めるか。都にいる間に多くの人と触れ合い世界の見聞を広げさせてほしいと父君であるクジューリ王から頼まれている。白様、クオン様、どうかよろしくお願いします。うん、よろしくね。ちょ、おま、まあまあ、お詫びと言ってはなんだが猫でもつけてやるからよ。なあ、知り合いなのけ？ハック、この方は？うん、今日からここに住むらしい。道がわからないっていうから案内してきたんだが。うち、あといいゆえ今日からここでお世話になるんよ。よろしゅうな。そうなんだ。私はくん、こちらこそよろしくお願いかな。同じくここを仮住まいとしているから何か困ったことがあったら遠慮なく言ってほしいな。なあなあお兄さん、ん？もしかしてあれなん？クオハンとお兄さんひょっとして恋人同士やったりするんけ？は？ちゃうの？まあちゃうちゃう。ほんとけ？熱々ちゃうんちゃうの？そうだ、ちょっといいかな。はい、何でしょう。お買い物に行くんだけど付き合ってくれないかな。ちょっと荷物が多くなりそうだから。おう、別に構いませんが。ごめんね、お願いしてたのに逃げられちゃって。その代わりというか猫でも一緒だから二人きりになれる機会を作ってあげる。え？頑張れ男の子。あの、いえ、ですがそんな、私は別に、進展するのは難しそうかな。ここに置いてあったお菓子はルルティエが私たちのために丹精込めて作ってくれたお菓子なんだ。それを勝手に食べた挙句秘蔵の蜂蜜酒をしかも割らずにそのまま飲むなんて、なんてもったいない飲み方を。はい、悪いことをしたらごめんなさいを言いましょう。世は天に等しく、世が謝るということはこの大和の。ごめんなさいは、世は光る神の顧みぬ。誰が謝ったりするものか。バーカバーカバーカ、嫁のもらい手なし、尻尾のお化け、上場にブーバー。おかえり、ハク。ご褒美ってどんなのだった？帝から直々にってどんなすごいご褒美かな。ああ、クオンか。褒美っていうか、帝直々というからには宝石や邪気みたいなありきたりなものとは思えないし。何かな、何かな。それは何かな。いや、なんと申しますか、帝がくれるっていうから。褒美、この子たちが褒美
主様のもの。この度、主様の肉人形となりましたウルールとサラーヌです。お見知りおきを。ブハリ。待てい。ブ乙女の恋路を邪魔し、アマツさえ引き裂こうなどとは、そのような悪行、見過ごすわけにはいかん。そう、それがいい女というものだ。いや、お前も何を言ってるんだ。お前たち、予定変更だ。こいつらを容赦なく叩きのめせ、乙女の純愛を我らの手で守るのだ。まさかオシトルとは。うむ、もちろん我が長身ウコウエ大将オシトルである。まさかあなた様は。まさかとは思いますが、姫殿下にあらせられますか。ん、そうじゃが、世は帝の後継にして、いずれヤマトの統治者となる天使アンジュである。言ってなかったか。一言も聞いておりませぬ。これまでの無礼、ヒラに御容赦を。なんじゃ、そのようなことか。気にするな、そなたと世の中ではないか。もったいなきお言葉。それよりオシトルが来たのじゃ。頼んだぞノスリア。それはオシトルと。うむ、オシトルとじゃ。背後に配下がおりますが。うむ、これで五分五分といったところじゃな。いや、しかし、ヤマトがテスクルへ侵攻ってどういうことかな。テスクルに敵対の意思はなかった。それどころか友好を示すために大使も送ってきた。なのにどうして。いや、こっちに聞かれても困る。なんか知らんが、そう決まったんだ。こっちだってわけがわからないんだって。それがしに、それを語ることは許されぬ。許せ。ただ言えることは、正常にはそれがしごときではお呼びもつかぬ深きお考えがある。そして正常のお言葉は絶対ということだ。この風、この香り、やっと到着かな。ここがテスクル。白はこの戦勝てると思う。そりゃ今は劣勢だが、巻き返すことは十分に可能だと思うが。多分勝てないと思う。は？うん、まず間違いなく負けるかな。姉様？あの人はきっとここにいる。テスクルの侍大将、そしてあの男、ベナビーの右腕である戦狂い。やれやれ、やっとおいでなすったかい。奪われた兵糧を取り戻すためここに襲撃を仕掛けるとは思っていたが、まさか空を飛んでくるとはな。こりゃさすがの大将も想定外だ。これってば、何があったのかな。そうだ、どうしてここに誰もいない。他の署は、兵たちはどうした。宗近様、本国から知らせが届いた。大丈夫ですか。顔色が優れませんが。いや、正常が崩御なされた。まず最初に、帝が崩御なされたという話は事実です。
そしてこれから話すのはあくまで帝都でささやかれていた噂話です。なんだい、ずいぶんもったいつけるじゃない。では単刀直入に、帝がオシトルさんに暗殺された、そういうことになっております。え、兄様ご無事ですか？クオ、頼む。大丈夫、気を失っているだけ。猫で兄様、ハク、ミナも来てくれたか。悪いな、あんたの相手はこっちだ。この後に及んで我を愚弄するか、押しとる。変わらぬな、ブライ。力に絶対の誇りを持ち、力なき者には価値を見出さぬ。力こそが全てを凌駕する。正常もその絶対なる力を持ってこのヤマトに君臨していたのだ。それは否定せぬ。だが正常は他を侮ったりなどしなかったから、愚弄しているかどうか試してみるといい。二度目の敗北を知ることができるやもしれず。貴様そっか、だからオシトルに負けたんだ。女、ザレ言か。ん、だからオシトルに負けたのかって。いくら強くても相手を見下して侮るような輩ではね。足元をすくわれてオシトルに敗北するのは当然かな。断言してあげる、あなたではオシトルに勝てない、絶対に。そして私たちにもね。クオ。うん、みんなの背中は任せて。だからハク、気兼ねなく指示をお願い。ああ、そうさせてもらう。お前ら出るぞ。追ってきたか。何、凄まじき憤怒と狂おしいまでの破壊への衝動、このような波動を発する者はそれがしの知る限り一人しかおらぬ。ハク、あとは頼むぞ。先にエンナカムイで待っていてくれ。ネコネ、あのバカ、まさかオシトルを追いかけて。私が連れ戻してくるから、みんなは。待て、自分が行く。ハク、いいのか、クオン。あまり良くないけど仕方ないのかな。急ごうか、ネコネはハクに任せておけば大丈夫だから。ほう、信じているのだな。信じているというより、殺しても死にそうにないのがハクだもの。心配するだけ無駄ってことだな。ハク様、ねえ、ハクは姿が見当たらないんだけど。これを。ハクの扇。お前に返すよ、ハクに頼まれた。どういう意味かな。ハクはどうしたの。答えて。やつを、どこへ行かれるおつもりか。ベナビ、そこをどいて。行かなきゃ、みんなのところに帰らなきゃ。もう約束の期日は過ぎております。見聞を広げると称したモノミユさんの時は終わりです。そんなのじゃない、帰らなきゃ、みんなのところに。行ってどうなさいます。まさかとは思いますが、
己が立場、忘れたとは言いますまいな。だからって、神聖にして偉大なる血を受け継ぎし、唯一のお方、そしてこのトゥスクルをすべ導くことを運命づけられたお方、我が御子トゥスクル王女殿下、天使クオン。私はトゥスクルの王女たる者が他国の祭りごとに干渉する、その意味が分からぬほど子供ではありますまい。それならトゥスクルの王女としてじゃなく、ただのクオンとしてなら。なおさらのこと、何の後ろ盾も持たないあなた様一人が言ったところで何の役に立つというのです。ミコト、これまでミコトが勝手を許されたのは、その背負うべき重みゆえ、せめてもの慰めというものからでした。しかしそれも成人するまでのこと。成人の儀を前に、クーはまた黙って旅に出た。まさか海を渡るとまで思わなかったから、みんな慌てた。足で探すにはヤマトは広すぎ、術の類はヤマトを刺激する。だからクーを探して連れ戻すため、表向きは使者という名目でヤマトに行った。下手に術とか使ったら何か企んでるって誤解されちゃうかもしれないしね。でもまさかテートに到着した途端に見つかるとは思わなかったな。クーちゃんを見つけて連れて帰ろうとしたけど、クーちゃんすっごく渋ったよね。クーちゃんがわがままなんて珍しいって思った。でもクーちゃんの気持ちは痛いくらいに分かっちゃった。クーちゃんにとって初めてのお友達、クーちゃんはみんなと一緒にいたかったんだよね。それにクーには心残りがあった。だから約束した。期間はその心残りが自立できるまで。それはもういない。クーが行く理由はもうない。アルちゃん、はっきり言うのがクーのため。そうだけど。そこまでだ。クオンの気質からして言っても無駄であろう。はっ。ういっす。そうか、思い出したか。友への思い、友に会いたいという気持ち。ああ、わからんでもない。それならお前には言っておかねばならんか。お父様。お前も知っての通り、敵国であるヤマトの帝が死んだ。敵国。現在ヤマトは後継者も定まらず混乱の渦にある。統率すべきものなく思惑が入り乱れ、国や士族が割れた。さらには厄介な存在であるあの仮面を持つ者たちも分散。今やかつての栄華を誇ったヤマトの姿はない。まさかお父様。この機に乗じ、我がトゥスクルはヤマトへと進行する。どうしてヤマトに。こいつは売られた喧嘩だ。売られたからには買う。これ以上はない理由だ。それは、でも。お嬢、本気で言ってるんですかい。奴らは今はまだ混乱の渦中にありやすが、そいつが収束すればまたこのトゥスクルに攻め入ってくる。なればこそ、その前に奴らを潰すまで。そんなこと、アンジュなら再びトゥスクルに攻め入るような真似はしないよ。クーちゃん、奴らは一度攻めてきた。どうして二度目がないと断言できる。でもそうしたのは帝であって。ベナウィ、次のヤマトの王路となる者はアンジュ王女殿下ではないと推測されます。現状ではアンジュ王女殿下が帝位を奪還することは不可能かと。それは、ミコト、
あなたがよくご存知のはずです。ペナビ、帝に代わり新たなる支配者となった者は、民には支配者としての意を示し、配下には褒章を与えねばなりません。そしてそれらの最も手っ取り早い手段は他国の制圧。特にヤマトは一度このトゥスクル遠征に失敗しています。故に我が国は力を示すための格好の的でしょう。来るか。ええ、来るでしょう。来てくれると嬉しいね。でもアンジェなら。もういい。自分すら騙せぬ嘘など聞くに耐えん。お父様、ヤマトへの侵攻はすでに決定された。お前が何を言おうと覆ることはない。でもこれは国是である。これ以上半人前のそなたが口を出すことは許さぬ。連れて行け。クオン、少し頭を冷やせ。さあクーちゃん、病み上がりなんですから、まだしばらくは安静にしてませんと。待て、私は巫女と。お体の具合はいかがですか。なんともないけど。気分が優れなかったり、お体に違和感を感じたりはしませんか。それは胸に何かつっかえた感じがして、まだ少しだるいけど、これは病み上がりだからだよね。やはり違和感を感じますか。でもこれは禁を破り力を解放されました。そんなつもり。あんなに約束してたのに。いえ、そのことを責めているのではありません。巫女には知っておかねばならぬことがあるからです。待て、ベナビ。誰とは言いませんが、粗骨な真似をしたことで状況が変わりました。このまま何も知らないでいることはかえって危険と愚心します。やべ。もしこれまでのまた黙って抜け出すようなことになれば、場合によっては最悪の事態になりかねないかと。それを回避するためにみことにはご自身がどのような状況に置かれているか理解していただく必要があります。状況って、何のこと。みこと、みことのその違和感、癒えたと思われていた病が再び芽吹いたためのものです。クスシ様の診断では、巫女が力を解放したことにより病も活性化、再発したのではとのこと。再発って、何の、いきなり何を言ってるのかな。私は病気になんてそんな覚えはないし、もうどこも悪くない。そうか、きっと行かせないためにそんなこと言って。巫女が覚えていないのも無理ありません。あの頃はまだ幼かった上に意識を朦朧とさせておりましたゆえ。